今回は優しい女性芸能人ランキングトップ20です。いってみましょう。20位、女優井川遥さん。プライベートもテレビで見たままの雰囲気をまとっており、その場の空気を良くしてくれるそうです。デビュー当時は癒し系と言われ、男性だけではなく女性も引きつける魅力を持つ井川さん。大人女性ならではの余裕から年齢を重ね、美しさと優しさが増したと言われています。19位、女優深川麻衣さん。元乃木坂46の深川さん、自身の夢のために卒業し女優の道に進みました。深川さんは乃木坂内で聖母というあだ名をつけられるほど、グループ内でもひときわ優しいオーラをまとっていたそうです。そんな深川さんにはこんなエピソードがあります。乃木坂1期生川越ひなさん、13歳の時に加入、長崎から上京し、なんと13歳で東京一人暮らし。東京に来るのはほとんど初めて、もちろん一人暮らしもしたことがない川越さん、当時は東京の中学に通いながら仕事をしてとても大変だったそうです。この時深川さんは川越さんが東京に慣れるまでと、なんと毎日一緒に学校の校門まで登校していたそうです。毎日一緒に登校してあげるなんて、これ優しすぎますよね。18位、女優菅野美穂さん。かなりのお笑い好きである菅野さん、バラエティ番組では芸人さんのネタを全力で披露することもあります。そんな菅野さん、以前オードリー春日さんと共演し、春日さんの持ちネタ鬼瓦を一緒に披露しましたが、なんとまさかの事務所 NG が出てしまいました。すると菅野さんはスタッフに自ら謝りに行ったそうです。これは事務所から NG が出てしまうと、そこの場面はカットされたり編集に手間がかかってしまうのを申し訳ないと思ったからですね。17位、タレント中川翔子さん。生粋のアニメオタクであることで有名な中川さん、真面目で仕事熱心な性格から、イントロドンという曲名を当てるクイズ番組のアニメ曲が出題されるコーナーではまさかの無双状態、共演者も引いてしまうほどの速さで次々と問題に答えていきました。自分の仕事に素直に取り組む中川さん、与えられた役割を果たそうという優しさと気遣いの感じるエピソードです。16位、女優深津絵里さん。過去にはアイドル歌手としても活動していたそうで、仕事に対して真摯に向き合い、こびることもないそうです。そんな深津さんの姿はスタッフからも非常に高評価です。また共演者からも信頼されていて、普段から周りの人への優しい様子がうかがえます。15位、女優上戸彩さん。結婚出産の影響もあり、最近はテレビで見かけることは少なくなりましたが、上戸さんは優しい芸能人として有名です。撮影現場ではスタッフに対して横柄な態度を全く取らず、現場へ差し入れをして、スタッフ出演者への気遣いのできる女優さんです。こうした心優しい性格がテレビ関係者に評価され、性格がいい女性芸能人の代表的な存在となっています。14位、女優戸田恵梨香さん。サバサバとした性格で共演者スタッフと分け隔てなく接するそうです。そのようなこともあり、共演者スタッフともに戸田さんへの評価は非常にいいようです。また2017年に成田凌さんとデート中に記者と接触事故を起こした時も、芸能記者にきちんとした対応をしたことも報じられています。13位、タレント森泉さん。テレビでは明るいキャラクターの森さんですが、テレビの外でも変わらないそうです。テレビ番組本番前にはアンガールズのお二人とこう猫背が治らないんだよねというたわいもない会話で盛り上がったり、他の芸能人スタッフとも和気あいあいと話をされているそうです。このようなことからスタッフからも愛らしくて素敵な人だなぁと思われているようです。12位、女優天海祐希さん。ドラマで勝ち気な性格の人を演じることが多い天海さん、現実でも器の大きい豪快な方だそうです。ドラマ撮影時はランチをこう全員におごるし、打ち上げではお酒を片手にテーブルを回って自らお酌をしていくそうです。また入ったばかりの新人スタッフの悩み相談にも乗り、泣きながら聞いてくれる熱い人、共演者もスタッフもついていきたくなる、みんなの姉貴のような存在だそうです。11位、女優長澤まさみさん。コンフィデンスマン JP のような明るいキャラクターから、マスカレードホテルのような冷静なキャラクターと幅広く演じられる長澤さん、以前共演したことがある早見もこみちさんが、普段は落ち着いているんだけど
暗い雰囲気の時には現場を盛り上げてくれてすごく素敵な人とコメントされています。周りの空気を読んでいち早く行動し現場の雰囲気を良くしているそうです。やはりこのクラスの女優さんは周りへの気遣いも大切になってくるのかもしれません。女優桜井玲香さん、乃木坂46の1期生で卒業までの間初代キャプテンを務めた桜井さん、大所帯のグループでキャプテンを務めるほどなのでしっかりした性格と思われるかもしれませんが、意外にもポンコツキャラと言われています。メンバーの井上さゆりさんからは実際メンバーまとめたことないじゃんと笑いながら言われるほど、まあ、ただ本当に信頼されていなければこんなことは言えないですよね。グループを引っ張りながらもみんなと同じ目線で頑張ってきたからこそこれだけの距離感でやってこれたのではないでしょうか。9位、女優滝本美織さん、とにかくスタッフからの評価がいいです。滝本さんはなんとスタッフ全員の名前を覚えようと一番下のね、入ったばっかりのスタッフの方にも気さくに何度も話しかけたり挨拶も丁寧でちゃんとね、こう人の目を見て話をしてくれるそうです。そんな彼女の姿を見ているスタッフたちは自然に滝本さんのファンになっているそうです。8位、女優仲間由紀恵さん、話し方がおしとやかで雰囲気からも優しさが伝わってくる仲間さん、ある現場でヘアメイクさんの誕生日を覚えていて誕生日ケーキを送っていたそうです。ヘアメイクさんは食べるのがもったいなかったけど美味しかったと語ってました。スタッフはあくまでも裏方、まさか自分の誕生日を仲間さんが覚えているなんて普通は思わないです。ヘアメイクさんは相当嬉しかったと思います。7位、女優綾瀬はるかさん、なんとスタッフと一緒に重い機材を運んだりするそうです。ロケ先で演者さんが機材を運ぶのはこれ異例中の異例、これだけでも綾瀬さんの優しさが伝わります。さらにどんなスタッフさんにも話しかけて回ったり、真夏に外で待っているスタッフたちを綾瀬さん用のクーラーの効いた部屋に何のためらいもなく招き入れたりしてくれるそうです。スタッフが気を使って出ようとしても綾瀬さんは気にしないでくださいと声をかけるほどだそうです。6位、タレントローラさん、お父さんの事業の失敗でお世辞にも裕福とは言えない環境だったそうです。当時は地元のホームセンターでバイトをして家計を支えていたローラさん、その後家族を支えようとモデルの仕事を始めました。このような思いがあってか朝早い仕事やどんな仕事に対しても文句を一つ言うことなく現場スタッフからも評価はいいそうです。5位、芸人伊藤麻子さん、世界の果てまで行って Q では体を張った芸風で人気の伊藤さん、プライベートではその性格の良さが有名です。例えば芸能人の方はタクシー移動の際乗っている間は静かに移動したいという方がほとんどです。そんな中伊藤さんはタクシーの運転手さんに笑顔で声をかけるそうです。運転手さんに対しても気遣いを見せるあたりがさすがですよね。こういった人柄の良さも芸能界で長く生きていくためには必要なことなのかなと。4位、女優満島ひかりさん、満島さんは仕事もプライベートも自然体だそうです。ある時満島さんのファンの方がユニクロでばったり出会い大ファンですとサインを求める場面があったそうです。しかしファンの方はその場でこうサインを書いてもらう紙がなかったそうなんです。すると満島さんはとっさに自分の財布からこうレシートを取り出してその裏にサインを書くという神対応を見せたそうです。満島さんのレシートにサインをもらうというこれ貴重な体験ができてファンの方はある意味ラッキーだったのかもしれません。3位、歌手キャリーパミュパミュさん、とあるホテルに宿泊中従業員のファンから贈り物とともにツーショットをお願いされたそうです。まあこれはね、状況的にも断っても何らおかしくない場面なんですが心よく許可してくれたそうです。この話はネット上でも話題になり神対応と称賛されました。優しくてサービス精神のあるキャリーさんが第3位にランクインです。2位、女優石原さとみさん、石原さんはバレンタインには共演者にプレゼントを配っているようです。お笑い芸人のあばれる君は初共演した際にプレゼントをもらいましたが、なんと驚きと緊張で塩対応をしてしまったそうです。まあ暴れる君くらいの、まあ、クラスの芸人さんだったらまあ分からなくはないですね。まあなかなかね、こうジャンルの違う芸能界で石原さとみさんと会う機会っていうのはまずないと思うので、まあ分からなくはないです。そして栄えある第1位は、
新垣結衣さんです。インタビューの記者の女性が風邪気味だった時、のど飴をメッセージとともに渡したという神対応。その飴の袋には頑張ってと、たまには休んでというメッセージがプリントされていたようです。男性女性ともに人気のある新垣さんが第1位でした。はい、ランキングをご覧いただきました。この動画を見てなんか面白かったと思った方は高評価、チャンネル登録、ベルマーク通知登録3点をお願いします。あとおすすめ動画もあるので概要欄のチェックもよろしくお願いします。ではまた。ジャニーズ個人年収ランキングトップ30について27位永瀬廉さん、推定年収2100万円。ビビ国宝級イケメンランキング2020上半期1位。そして